到着しました。はい、ここはルーベンジェ。ルーベンジェ、Let's go。 It seems that car not allowed through here。 ここはたこ焼き売ってるね。There is Japanese izakaya that we sometimes go to in Shanghai。 アイスクリーム、あ、いいじゃん。ちょっと仲良くない。元々だったらさ、食べたよね。あんこが中に入ってる。あ、ドラ焼きね。メイがよく買ってきたじゃん。There is Japanese school around here, so I think there is a lot of Japanese living in that apartment. And I heard there is Panasonic parts factory nearby.からここ歩いてても日本人のサラリーマン、そうだね、歩いてる。このマンション結構高いかも。高そう。ここ I thought it'd be very smooth street, but it was bigger than I thought. I thought it was Japanese ice cream brand, but it's just ice cream based on the imaging of Hokkaido. ここはなんか日本、うわ、日本の魚の店じゃない。うーん、なんだろう。あーあーあー、こんばんは。多分この辺で仕事している人、中国人は大体日本語が喋れる。この街は絶対にねだと思うね、うん、こんだけあったら。あ、トリケンのあれだ。 I haven't seen this restaurant in Shanghai。 あれじゃん、その中山公園に。 It's them。 知らない、わかんないね。あっちまでなんじゃないかな。なんでみんなここで撮ってんだろう。すごい日本っぽい。あ、ここが日本っぽいだからここで撮るんだ。I can see it because it's evening, but on the right is Japanese school, and the back of this building is old Panasonic factory. これは何だろうね。スタミナ園。I wondered what it was, and it's meal restaurant. Wow.何のところだろう。ミラノ。プラノ。There is a grilled trophy place that my wife likes. A Japanese style dumpling restaurant. 二人はどういう関係なの。I guess they are trying to take a wedding party in a Japanese atmosphere. すごいね。ここってさ、結局 SNS とかに上げるのにいいんでしょ。やっぱり今日本あんまり自由で旅行できないじゃん。こういうところ来て、やっぱり旅行来た感じ、なんかこう写真でやっぱり撮ったりするんじゃない。日本に行けないからね、中国人。うん、そう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 。後ろもね。後ろも今写真撮ってるでしょ、うん、普通の居酒屋の前に写真撮るってせっかくだからこの豆腐瓶ジリン食べてみようか。緑茶でもいい。え、だって緑茶瓶ジリンは味わかるでしょ。ああ、これは知らない。そういうのを食べた方が楽しいんじゃん。違う？ OK。 何、なんか安全な道行こうとしてるの。すいません。はい、食べてみましょう。食べてみよう。好好。有没有豆腐冰淇淋？有。豆腐冰淇淋是吗？嗯。25.3元。あ、すごい。あ、生きてる。わお。すごい。谢谢。じゃじゃーん。すごい。じゃあ、はい、一口目食べます。めっちゃ美味しい。何これ。
本で食べたことないの。うんうん、めっちゃ美味しい。好吃好吃。めっちゃ美味しい。でしょ。初めて食べた、こんな。でしょ、これめっちゃ美味しいよ。ベジミルビベジミルビ合ってる合ってる。想像以上にね、大きくて、うん、長かったね。迫力のあるジャパニーズタウンでした。よかったね、うん、ソフトクリームね、衝撃的。多分上海でもそういうアイスクリームなかった気がするけどね。あってほしいぐらい美味しい。オッケー。以上、通常のジャパニーズタウンでした。オネルダクッカリアさん、パデさんとカムサンドニダバイバイ。